私が実践している簡単にできるダイエット法をお伝えします。あなたはこんな経験がないですか？今までもうありとあらゆるいろんなダイエット法を試してきた、けれどもそれがなかなか続かない、もしくは途中でねもう断念しての繰り返しでもう自己嫌悪ね、本当にねお辛いと思います。そこで、そんなあなたに朗報です。今回の動画のお話は、私が実践しているもうとっても、簡単なダイエット法なんです。でその方法をお伝えしていきます。まずそのポイントは腸内環境です。もう大前提としてその腸内環境が悪い方は何をしても、痩せることができません。それは体のこの仕組みがそうなっているからなんですけれども、そこで、今回その私がですね実践している方法というのはこのお水の力を借りましょうということなんです。あなたは1日かけて水分ではなくてですねそのお水です、お水をどれぐらい飲めてますか？私の整体サロンにお越しの方にもですね伺うと、なかなかねこのお水って飲めないんですね。お仕事でお忙しくて、なかなかその飲む機会がないという方もいらっしゃれば、その、コーヒーとか他の飲み物、スープとかですね食べ物から取る水分でもなかなか水まで手が回らないという方とかねいらっしゃるんですよね。でその気持ちよくわかります。ただお体のですね立場になって考えてみてください。私たち人間は6、7割も水分、水でできているわけですよね。そのお水が例えばそのコーヒーであったり、お茶であったり、お味噌汁とかスープとかそういったものはその私たちの体を巡らせるための水分のその代謝としてはですね力があまりにも弱いわけなんです。もうベストな飲み物はもう水です。もちろん良質な水ですよ。そしてここで言うお水というのは冷たい水は含めません。なぜかというとその冷たいお水を飲んでしまうとですねこの腸が動かないんです。腸を冷やしてしまうのでここでは、おさゆかせめて常温の、天然水がおすすめですね。でもしそのお水をね1日も 500ml も飲んでないなっていう方は最低でも 1.2 リットルから始めてください。から2リットルまでですね。私は普段ですね何を飲むかというと、もうまさにこのお水しかもほとんど飲まないです。朝、起きて、お水もしくは麹ドリンクとかですね、飲むんですよ水。そして時々ノンカフェインのルイボスティーですとか、たまにねもともと緑茶が好きなので有機栽培の緑茶を1多くて2杯ぐらい飲んだ以外は夜寝るまでお水しか飲んでないです。なので私の場合はですね最低1日2リットルは必ず飲んでます。最低2リットル、以上ですよね。それぐらいものすごくお水飲みます。常温 で朝一番はお茶湯とかですね、内臓洗いたいので、朝一番はお茶湯で、その後は常温の水をもうとにかくですね飲みます。そうすると何が起こるかと言いますと、体を循環するその体液がですね、一番その巡るためにパワーを発揮してくれるわけなんですね。でただここで例えばそんなにお水ばっかり飲んだら水太りするんじゃないんですかっていうねご質問もよく受けます。結論からお伝えしますと大丈夫です。なぜかと言いますと、私たちの体にはですねホメオスタシスという機能が、備わっているわけです。これは恒常性と言いまして、何かというと餓死状態から身を守るための危機管理システムなわけです。
ちょっと難しいですよね。まあ、何かと言いますと、体をその維持するために一定のその状態を保とうってしてくれる機能がもともと備わっているわけです。ですから、まあ、例えば、まあ、体温を一定に保つというのもこのホメオスタシスのおかげですし、話を戻しますと、そのお水をたとえ飲みすぎたとしても、まあ、もちろんですね、そのお水を飲んだ直後は体内に水分が、まあ、入ったわけですから、まあ、多少の体重の上下はあってもお水は必ず排泄されますから大丈夫です。あの脂肪が溜まってるわけではありませんから、水分ですからね。あのそこがまあ大きな違いなわけですね。そして、具体的なその、お水を飲むことの効果なんですけれども、冒頭のこちらに戻ります。まずはとにかく腸内環境が良いというのがもう痩せるための大前提ですから、その腸内環境がその水分、水を取ることで良くなるわけです。なぜかというと、その腸内でですね、血液を作っているわけですよね。でその血液がですね、その汚れたままでいるとどうなるかというと、その腸から次に行く臓器がですね、肝臓なんですよ。でこの肝臓ってデトックス工場と呼ばれているぐらい、体の中の老廃物をどんどん出してくれるもう重要な、まあ、臓器ですよね。でそこにその汚れたままの血液が行くと、肝臓で処理できなかったそのまた悪い血液がですね、最終的にどこに向かうと思いますか？そう、全身に血液を送る役目の心臓です。心臓に回った血液がその悪いドロドロ血がですね、あなたの全身を巡り出すわけですよ。もう老廃物がどんどん溜まって、体が冷えて脂肪が溜め込んで、もう負のスパイラルにこう入ってしまうわけですね。ですからその腸内環境を良くするためには、まずその巡るためにはお水が必要なんです。そして2つ目、そのことでね、代謝がアップします。ちょうどあの昨日アップしました動画に、その基礎代謝のお話をですね、私あのお伝えしてるんですけれども、ちょっとここでも、まあ、復習兼ねてお伝えしますが、あの皆さん基礎代謝っていうのは、たとええー、あなたがですね、休んでても動かなくても寝ていても勝手に基礎代謝が高ければですね、その分エネルギーを消費してくれるわけです。でその基礎代謝の割合の約5割ほど占めてるのが、実はあの筋肉ではなくてですね、内臓ということがその、まあ、検証で分かってるわけなんですね。ということはもちろん筋肉も大事ですよ。筋肉はですね、基礎代謝の全体のまあ約 18% ですから、まあ2割ぐらいなんですね。少ないですよね。2割と5割どっちを取りますかということです。もちろんどっちも大事ですが、割合が大きい方をまずは味方につける方が結果が早いですよね。まあ、プラスその運動をしながら筋肉つけるのももちろん大事ですが、この内臓を活性化するためには、特にこの内臓のうちのですね、またその 27% がどこが担ってるかというと肝臓なんですよ。なのでその内臓の中でもいかに肝臓を元気に動かせるかというのがそのポイントなわけです、痩せるための。でその肝臓を元気にする前提が先ほどお伝えした腸ということなんです。もうあなたもお分かりですよね。ですから、まあ、結局その出発点は、痩せるための出発点はもう腸ということです。そして、まあ、今のお話につなげますと、その肝臓がデトックス工場ですから、ここでその腸内環境良くなり、主にまあ臓器の中の肝臓が良くなって代謝が上がって、結果どんどんデトックスができるということですよね。なのでその体内の、まあ、あの老廃物、脂肪系ですよね、がまあ排泄されやすくなるのが一つと、あともちろんその腸内細菌のバランスが良くなるわけですから、もうどんどん外にその腸内細菌が元気になってですね、どんどん外に排泄することができて、もう毎朝快調、お腹すっきりというこのサイクルの源は水なわけです。さあいかがでしたでしょうか。あなたも早速ですね、あ
まずは日頃の飲み物をお水に変えるだけです。簡単ですよね。で、私がですね、実践しているこのダイエット法は、詳しくお伝えすると、ファスティングなんですね。日頃も私最低2リットル飲んでますけれども、ファスティング中はこのお話だと最低 1.2 から2リットルが目安ですが、ファスティング中、私もそうですけれども日頃から最低2リットルなんですよ。最低2リットル以上を飲むというのが、そのファスティング中に行うダイエット法の具体的な方法になるわけです。ですからまずは日頃の飲み物をとにかくその天然水、冷たくない、お茶湯か、もしくは今から暑くなってきますから、せめて常温ですよね、冷やしたようなプラス氷入れたようなものは取らずに、もうまずは常温でどんどん最低1日2リットル、難しいっていう方もまずは 1.2 リットルからですね、1リットル以上飲んでみてください。あなたの腸内環境が劇的に良くなって、結果、内臓が元気になって基礎代謝が上がって、どんどん外にデトックス排泄することで確実に簡単に痩せることができますよ。ぜひこの動画のお話、繰り返しご覧いただいて思い出してください。そしてあなたご自身と、周りの大切な方へどんどんシェアしていただいて、あなたから幸せを届けて差し上げてくださいね。またこの動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。